五輪の霊的成長へのメッセージ。14、時間の拡張と収縮。聞き物語。時間の拡張と収縮。時間はあなたが信じているほど現実的で固定的なものではありません。時間は新しくやってきているエネルギーの中で変わりつつあります。実際にゆっくりと過ぎ去る時間もあれば早く過ぎ去る時間もあります。あなたも一日をとても長く感じたり短く感じたりしたことがあるでしょうが、それは単に想像や受け取り方のせいだけではないのです。つまりあなた方の次元では時間の流れ方が実際ますます流動的になり固定的でなくなってきているのです。高い次元では存在するすべては永遠の今、つまり多次元の時間にわたる現在の瞬間です。あるアイディアが思い浮かんだとき、それは瞬時に初めから終わりまで完成してしまいます。さまざまな出来事が中心から外へと広がっていき、そして意識の焦点を合わせれば自分のアイディアのどの部分でも経験することができます。経験したい部分に意識を合わせるとき、あなたは時間の中に存在し始めます。なぜならあなたはある出来事全体を選び取り、それを個々の部分に分割したからです。時間と空間は物事を区切るものです。例えば人々を時間で区切れば、一つの空間に多くの人が存在することになりますし、人々を空間で区切れば一度に多くの人が存在することになります。自分の高い目的を想像することだけを行ってください。そうすればもっと時間が増えます。ハイアーセルフは物事を部分としてではなく全体として経験します。物事を見渡し、一つ一つの出来事を初めから終わりまで見てしまいます。物事を個々の部分としてではなく全体として経験すれば、あなたもハイアーセルフのように時間を経験できるようになります。それにはできるだけ高い状態になって、自分の人生についてもっと広範囲にわたるイメージを抱くことです。計画に取り組む場合でも必要な手順をすべて意識し、そのビジョンを持ってください。イメージが完成されたものになっていき、より高いものに意識を合わせるようになると、自分の高いビジョンにとって何が重要であり何が重要でないのかがよくわかるようになります。あなたは全体像に気づきたいと思っているだけでなく、自分の人生の一つ一つの部分がその全体像に貢献し協力することを望んでいることと思います。霊的成長を意識し、高い目的に関わること、すべてのバランスを取るとき、あなたは時間を縮め、より短い期間で数多くの人生を生きることができます。物事を簡単に、しかも喜びを感じながら成し遂げるには、内なる導きに従ってください。内なる導きに従うと、時間が加速されると同時に時間が増えるようになります。なぜなら物事をとても早く作り出してしまうので、余った時間で他のことができるようになるからです。内なる導きに従えば、可能な限り最も早いやり方で欲しいものにたどり着くことができます。感情や直感に従うことは大切です。なぜなら感情や直感はあなたを高い時間の流れの中に置くからです。新しい時間は直感的であって、かつてのように直線的で連続的なものではありません。もはやいつ物事を行うべきかを論理思考だけを使って考えずに済みますし、その上物事が簡単に起こる高い流れの中にいることができます。直感に従って正しいと感じるときだけ行動を起こせば、初めに思っていたよりも
ずっと短い時間で物事を行うことができますし、想像していたよりもずっと成果を上げることになります。自分の感情と高い目的に耳を傾けていれば、あなたは時間とともに流れていきます。ハイアーセルフは宇宙を見渡して何が起きるかを理解し、そしてあなたが高い流れの中にいることができるように絶えずメッセージを送っています。メッセージは初めぼんやりとしているかもしれません。しかしそれに耳を傾け従うようになれば、ますますメッセージを受け取るようになり、メッセージ自体どんどん明確になっていきます。そして受け取った導きに従えば、もっと多くの豊かさ、喜び、愛に達することができます。高い道はどんどんと切り開かれていき、あなたがすることのタイミングはぴったりと合うようになってきます。完全に現在に生き、自分のやっていることに意識を合わせれば、時間を変えることができます。あなた方の次元の時間も、すべてのことが同時に起こる高い次元の時間の特質を多く受け継いでいます。何かをしているとき、高い意識状態にあれば、この新しい種類の時間をもっと効果的に使うことができます。完全に現在に生き、目覚め、自分が今やっていることに意識を合わせることを学んでください。多分あなたは自分の好きなことをやっているとき、時間が止まっているのを経験したことがあると思います。あなたは自分のやっていることにとても夢中になっているので、時間が過ぎていくことに気づきもしなかったのです。その時、物理的な直線的時間を超越し、高い次元の無時間を経験していたのです。欲しいものを早く人生に実現したいと思ったら、それをすでに手にしていることをイメージしてください。あなたは時間を収縮できるようになり、もっと早く欲しいものを引き寄せられるようになります。欲しいものがあるとき、それをすでに実現しているかのように振る舞っていると、非常に強力にその願望は引き寄せられ、人生に実現します。例えば霊的成長を加速させようと思えば、求めている質をすでに持っているつもりになればいいのです。欲しいものを早く作り出したいと思ったら、そのものの形態ではなく、それがもたらす本質に意識を合わせてください。欲しいことの本質を意識すれば、今すぐにでもその本質を手に入れるたくさんの方法があることに気づくはずです。欲しいものの本質を自分の人生にもたらすとき、実現したいと思っている特定の形態の方も引き寄せられるようになります。ハイアーセルフにとっては、時間というのは何かを実現するために必要なステップの数でしかありません。欲しいものについて考えてください。ハイアーセルフの世界へ行って、作り出したいと思っていることを全体として、つまり初めから終わりまで見通すことができるつもりになって見てください。あなたは自分の人生において時間の機能を変えることができるようになり、それには物事が起こる速度を調節すればいいのです。あなたは自分の成長を加速させ、もっと早く欲しいものを引き寄せることができます。また時間と一体化する高い意識状態になることも学ぶことができます。そうすれば無時間のハイアーセルフの領域で多くの成果を上げるようになるでしょう。